本当どうなるかと思った。ああ悪かったな。これからなるべくみんなから離れないように心がけるよ。てやんで、たかだかあれぐらいの敵、ちっきしょうキザ野郎、一番おいしいところ持ってきやがる。でもガイさんのそばにいるのは誰なんだろう。どうやら彼らは白き羽の者のようじゃが。おお、まさしくそれは我々が長年探し求めていた大邪神メタトロンの鎧。あなた様こそが我々の救世主様に違いありません。とりあえず礼は言わせてもらうが、お主たちは一体。おっと、これは申し遅れました。私はとある組織の参謀を務めさせていただいておりますケルビムと申します。ささ、マルコ様も救世主様ご一行にぜひご挨拶を。はじめまして、僕がこの組織のリーダーのマルコと申します。なんじゃと、まさかお主がこの世界で最初に大邪神の鎧を解放したという奇跡の少年、あのマルコなのか。詳しい話の前にそちらの女性の手当てもしなければ。さあさ、とりあえず我々の総本部までおいでください。ここが我々の総本部がある浴場の町、ベギルトです。この町はアンゲルス教団の言う七つの美徳のうち、浴場が特に実践された町なので、逆に教団もあまり目を向けることがありません。ここで使われている奴隷の多くは密かに裏で地下組織へ参加しておるのです。なるほど。しかしさすがに浴場を実践するだけあって、なんとも生めかしい町だぜ。いいじゃない、遊んできなさいよ。
Here we go.